撮影日は8月8日日曜日、朝ごはんを食べます。 JR 浦和駅中の駅そば屋にやってきました。メニュー、朝ごはんメニューこんな感じですね。しらす卵かけご飯セット430円、明太子ご飯の方が390円、朝食そばうどん390円、朝食納豆セット430円。メニュー、お昼とか、普通のメニューはこんな感じですね。まあ普通メニューでは、まあ、食べません。選んだのはしらすご飯の定食ですね。朝そばセット380円ですね。しらすご飯、生卵、そして、天かす乗った冷たいそばを選びました。はい、おそばこんな感じですね。生卵をかき混ぜて、これあのしらすご飯にちょこっと入れましたよ。ちょこっと垂らします。あ、結構美味しかったですね。しらすも湘南とかあっちの方行ったら高いですからね。店内こんな感じですね。はい、ごちそうさまでした。浦和駅中には青森のねぶたが飾られてました。以上です。